イメラジオ第3850回、今日は令和4年7月9日土曜日です。時刻は午後6時半、横浜港北、土曜の夕方、街明かりがつき始めました。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、イメラジオ、7月9日です。今日は選挙戦の最終日ですね。昨日の事件を受けて今日も自粛という場所もあれば、それでもやるぞと頑張っていらっしゃるところもあるでしょう。今回は論破コールと帰れコール、こんなタイトルでお話ししましょう。論破コールと帰れコールです。桜木町で昨日かな、参政党の吉野さんがいらっしゃる、そういう演説があったとか。桜木町って横浜のね、で、その吉野さんの演説で、で途中から論破論破とかっていう、そういう声が上がっていて、でそれに対して今度は帰れ帰れという声が上がっていて、で吉野さんの演説が途中で中断するっていう、そういうシーン、これは映像出ていますね。ご興味ある方はご覧になればいいと思いますよ。昨日かな、今日が9日だから金曜日、7月8日の桜木町でね、参政党の吉野さんがなんか演説をやりになって、そこに論破論破とかっていう、まあ一種妨害ですね。それに対して帰れ帰れ、論破コールと帰れコールで、私はそこにいなかったんでわからないんだけど、帰れコールやってるのは参政党員だよね、どう見ても。で論破コールをやってるのは NHK 党というより翼の党のお方々と思われます。だからどっちもでコールやってるわけですよ。そして吉野さんの演説の最中にね、これは演説妨害であり選挙妨害だと思います。論破論破って言い始めたのはね。実際NHK 党というか翼の党のまだ若いかっこいい感じの根本さんって人が、昨日桜木町でそれをやってきたと、自分の仲間10人ほどで頑張ってきたと、今日なんか演説で言ってはりましたね。根本さん、翼の党、まあ、かっこ NHK 党のお方々が論破論破と吉野さんの演説を妨害した。それに対して吉野頑張れという感じで参政党員が帰れ帰れ、まあしょうもない映像ではありますので、バカな映像見たくないというお方は見る必要ないんですけど、まあおもろい映像ではありますね。あれ、吉野さんは演説を妨害され、けれど帰れコール、自分の党員のね、そしてにこやかにですね、まあこういう大人になっちゃダメだねと、子供たちにこんなの見せられないねと。ただしその吉野さんが言うこういう大人たちには参政党員も含まれてるよね。帰れコールやってるのは参政党員じゃないか。参政党員は帰れコールが好きだ。NHK 党の者たちが押しかければ帰れコールが起きる。参政党は結局文化祭みたいな党なので、その文化祭に、自分の学校の文化祭に他の学校の者が来たら、そりゃ帰れコールが起きるよね。なるほど、そういうことか。参政党員は帰れコールが好きだ。子供に見せられませんよ、参政党員の帰れコールはね。
吉野はその辺分かってんだろうか。もちろん急いで付け加えないといけないのは、 NHK 党の選挙妨害が起きるからまずいんですよね。だから NHK 党の者たちの最初の論破っていうあれがやるから帰れコールだって起きる。あるいはちょっと前の黒川がいきなり神谷の演説遮って物を言い始めるから帰れコールが起きる。賛成党員は帰れコールが大好きだ。ここでまあ考えてみたいんですよ。その NHK 党のそのね、黒川にしろ今回の根本にしろその配下の者たちにしろ妨害してんのは良くないよね。それは本当にその通り。けど考えてみれば今回の選挙戦でその NHK 党から参政党に提出されたさまざまな質問、その質問の一つにでも参政党は真摯に答えたことがあったか、これですね言いたいのは。参政党に肩持って言えばですね、こんな NHK 党の半分チンピラみたいなやつらのね、そういう言いがかりは一回きっちり時間取って、一回きっちり時間取って、ほんでみんなの見てる前で一つ一つ答えていって、お前らバカ野郎って言ってもう二度と来るなと言ってやればよかったんだと思う。どこかで、それは公開討論会かもしれない、どこでもいいから。しかもね、神谷にしろ吉野にしろ敵対勢力の方々は、ここ賛成党員聞いてよ、敵対勢力の方々はその演説会に来てくれればいつでもどこでもなんていうか対応いたしますって煽ってたよね。だから行ったんだよ。けれど行ってもどこでも対応がなく質問がさせられず、だからあの論破コールが起きてるわけなんだ。それはね、ほんで前も話しましたけど、もう一回言うけど、その開かれた党であると、国民が参加できる党であると、議論はいつもオープンだって言うんなら質問させなきゃ。それは自分に都合の悪いことでも、そして参政党は自分に都合の悪いことは議論しない、話し合わない、質問の場を与えない。だから NHK 党の者たちが怒ってそれならというふうにやってるわけだね。どっちがどう悪いかは別にして、一度くらいは、どうですか参政党の皆さん、一度ぐらいは NHK 党に言いたいこと言えよと、2時間ぐらい取ったと、いつもしつこいんだとお前らは、だからこの2時間でしっかり決着つけよう、何でも答えたる、早言えっていう感じで、しかもみんなの見てる前で参政党員の諸君見ててくれと、余計な応援はするなと、黙って聞いてくれと。これで神谷と吉野と松田あたりが出てきてやればいいんだ。それで論破していけばいいんですよ、一つ一つ。だったらもう NHK 党は来れない。それでもイチャモンつけに来るんだったらその時帰れコールやればいいと思うよ。けれど参政党は最初から一度も、この結構長かった選挙戦の間、一度もこの参政党は NHK 党からの質問に真摯には答えない。これが参政党の態度だと私は思う。リスナーの皆さんどうですか。都合の悪いことには答えない。女子高生みたいにすぐ逃げる。って言うとなんか女子高生になんかちょっと差別してるみたいですけど、卑怯者の集まりに見えるよ、参政党って、ボードメンバーの者たち。だってそうじゃない、その口で言ってることとやってること違うんだもの。いつでも来いやと、受けて立つぜと。国盛の水島さん、本間さん、安藤さん、そんなスタンスですね。 NHK 党の彼ら、もちろんウェルカムですよ。参政党だけだ、保守新党の中でね、どんな都合の悪い質問にもお答えします、どうぞ。こうでなきゃ参政党はタブーばっかりなんだ。で、質問ウェルカムは都合のいい質問ウェルカムってこうちゃんと言っとかないと思う。
この夢ラジオでよくお話している参政党のファシズムっぽい体質、結局この選挙戦をずっと見てても消えなかったね。しかもファシズムというにしては変に弱い。相手ぶちかまして変な話、相手ぶちかまして進んでいくのがまあ一種ファシズムなんですけど、逃げてんのよ参政党。であのジュピタープロジェクトについても松田さんのね、あれあの松田さんがジュピタープロジェクトをどこかでお始めになったら、それと全く同じ名前のジュピタープロジェクトを作られて、なんか被害者みたいになってんのよ神谷によるとね。全く同じ名前のジュピタープロジェクト作られて、それでそのジュピタープロジェクト、後でできたジュピタープロジェクトが出資詐欺を起こしたから、なんか松田さんがそのジュピタープロジェクトの出資詐欺に関わったかのような報道をされていて、もうむちゃくちゃなんですと神谷は言ってるよね。いや、それならそれでポンと説明すればいいだけ残ってないですか松田さんが。それで3000万円のね、言いがかりみたいに言われてる、そんな報酬も受け取ってませんと、名誉毀損だから訴えますと。でね、不思議なのは松田さんは名誉毀損ですって言いながら訴えないんだよね。しかもこの話はもう 3,4 年前の話で、だから訴える機会はこれまでにもいっぱいあったはずなんだよ松田さんが。もういい加減にしろと、自分がやってるジュピタープロジェクトと似たようなブロックチェーンの分野で同じような名前の会社作られて、そしてそこが詐欺を起こして、まるで松田自分がね、あのその関わってるかのように報道されてて、こんなものあの大いに名誉を傷つけられてると、いやすればよかったんですよその裁判を。そしてどこかからその後も今でもジュピタープロジェクトはって言われたら、あ、この裁判はもう終わってますと、私が勝ちましたと、はい、これどうぞと話終わる。それをしないから松田が、なんか松田プランの話なら一生懸命頑張ってやってくれるけど、そのジュピタープロジェクトについてはさ、でこれだけ話題になってても昨日の参政党の配信っていうのでも何にも言わない、ジュピタープロジェクトについて。どっかであのなんだっけ、ツイッターか、ツイッターでシュッとって、訴えましょうよ松田さん、そんな被害を受けてるんだったら。そして3000万円の報酬ももらってませんって言って、ちゃんと証明しなきゃ、はっきりと言って。なんでしないんだ、いや意地悪なこと言うと、もらってんじゃないのどっかから、ちゃんと。関係ないって言うけど関係あるんじゃないのとか思っちゃいますよねそれは。いやだからあの、これはだから松田さんに早く、そのそうじゃないよと、あのバカな疑惑やめてくれと、選挙妨害もやめろと言ってくれなきゃ困るんですけど、発表はない、今日もない。論破コールと帰れコール、まあ NHK 等も下品ですよ。けれどそれより目につくのは参政党の卑怯、本当そう思う。だから何度も言いますけど、しつこいからNHK 党が、参政党のみんながね、ボードメンバー集まってどっかでも受けた立つと来いと、アホな野郎どもやればいい一回、でもピタッと止まる。それをしないからグズ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 こういうことになってる。結局選挙戦が終わるまでこうだったね。で不思議なのは、そういう参政党に人が集まってる、党員が増えてるってのを喜んでる。9万人から10万人になるんではならないかとか、そんな話でいっぱいだ。これはどういうことだ、その入ってる参政党員に聞きたい。一体参政党のどこ見て入ってんだ、あれ参政党の何に魅力感じてんだ、私には分からない。夢ラジオ第3850回、今回は帰れコール、論破コールと帰れコール、土曜日の夕方です。